せーの、ぬぬん、どうも、しほるんでーす。はーい。今回はですね、前回と同じ服装ですみません。前回の後に撮っております。今回はですね、模様替えとルームツアーをやっていこうと思います。今回の模様替えはですね、やばいです。ベッドの位置とか、カラーボックスの位置を変えます。みんなに今の部屋がどうなってるのか見せたい。けど汚すぎて見せれない。見えますでしょうか?すごく荒れております。自分でも想像がつかないぐらい、もうこれ絶対多いんですよ。これをですね、今日はどこに移動させるかと言いますと、よし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 。こちらでございます。そして、このベッドを、この横に並べます。でもさ、正直こんなん無理じゃね?しかも今さ、深夜2時よ。家族は寝てます。この中にアルバムとかグッズさ、死ぬほど敷き詰められてんだよ。それをさ、動かすって一人で。しかもベッドも一人で動かすって。バカなの!そろそろ東京にね、行くので、昼夜逆転みたいなの直さないといけなくて、早く寝ないといけないので、とりあえずできるとこだけ今日は頑張ってやっていこうと思います。今日そういえば、エクステ取ります。イェーイ!まずはですね、ここの荷物を全部避けないといけないですね。そして、このカラーボックスを取って、めんどくさ。スキズと BTS のペンライト。ああ、もう最悪。ブラックピンクシーグリ。ああ、もう、やりたくない。ブラックピンク。これはですね、50円玉貯金と1円玉貯金でーす。BTS 貯金、ツアーまで開けない。オープン!重すぎる。ほんと、どうしよう。これさ、絶対引きずってるよね。多分、ここにある雑誌類が一番重いから。抜いて、お、すっごい軽い。無理だよ。やめていい？なんでこんな近い距離でさ、しかもノーメイクでさ、なんで私こんなことできんの？でも撮影は後回しにしてた自分が悪い。あった時逆に私はこれをどうやって設置したんだろう、模様替えの時。とりあえずここにあるアルバムを全部出していきます。ワナワンウィークリーストレイキッズ、もうやりたくねー。ストレイキッズ、うちはもう何なの本当に。結構絶対これ嫌だ。もうやりたくない、もうやりたくない、もうやりたくない。弟の部屋はカラーボックスがないので、同じ6畳でもめっちゃ広く見えます。あほう、なんでこんな買ってるの。とりあえず今はこれをすぐ動かせるように中身を全部取って軽くしてます。もうカメラさん端っこにいてください。どうなってんの、もう何これ。ブラッピンク、フィールスペシャル、モアンドモア。じゃあ、ななクリスマスが調和じゃねえよ。白ストレイキッズ。お前、アポーザソウルセブン、ビハインド BTS、ロゼのやつ、火曜年間、アストロ、リサ、あもう最悪。もう本当にひどいよね。掃除機をかけます。2時45分に。バカだよね。何も思ってなかったの。いつも通りだと思ってたけどさ、買い物してるからさ、徐々に増えていくんだと思って、量やばいなって思いました。あのですね、私が持ってるこれ全て宝物なんです。本当に宝物なので、語弊を生みたくないんですけども、このアレイカッターは完全にゴミ屋敷ですね。床見えてるのが奇跡ってぐらい、本当に。このベッドをここに持ってくるんですよ、ここにね。持ってくるんですけども、普通に無理ですよね。ちょっと厳しそうなんですけど、頑張っていこうと思います。動かないんですけど、もう死にそう。これさ、ルームツアーと模様替えっていう動画なんですけど、ルームツアーどころじゃないよね。今日の動画は漏れるとかそういうこと考えてる暇ないです。本当にだって私早く寝たいんだもん。マジでなんだよこの汚い部屋。今車運転してる気分です。全力で行った。あ、頑張れ運転。諦めないで、どんな時も君ならできる、どんなことも。見えますか、なんとかできましたね。ですがここからです。なぜなら、何ですかこれは。夢だと言ってくださいよ。これは現実なのです。ちょっと一旦休憩。チャンネル登録よろしくにゃん。時間が経つにつれてどんどん老けていってるような
気がするんですけれども、ただいまの時刻3時15分ということで、卵かけご飯を食べようと思います。バカだよ。でもなんかすごいお腹減りすぎて力が出ないんです。今日夜ご飯はサラダしか食べてなくて力が出ないので食べます。今日の寝る目標3時だったのにもう15分や。トレーニングもしてないし、お風呂も入ってないし、あと最近ほんと生活習慣狂いすぎや。なんかもう嫌です、本当に嫌だ。東京から帰ってきてこれだったらめっちゃなえるくね。もう嫌だってなっちゃうよね。もうペラ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 喋らずに黙々とやります。というわけですいません、朝になってしまいました。そして寝ました。お風呂も入ったので髪の毛もねストレートになって、こんな感じで模様替えが完了しました。ルームツアーはマジで今度やろうと思います。なぜならなぜならってなんだよ。なぜなら今だいたいこんな感じで移動はできてるんですけれども、机とかここにもあるし、机ここにはですね、内輪とかトレカとかいっぱいあるんですよ。普通床にこんなもの置かないっしょ。なので東京から帰ってきて掃除して落ち着いたらまたルームツアーをやろうと思います。今回はとにかく模様替えをするっていう苦しむ動画でした。皆さんにベッドを紹介します。どうなんやろ、なんか風水とかあるじゃないですか、こっちの方に頭を向けるといいみたいな。よくわかんないんですけども、こんな感じで。昨日ジョージにニット帽かぶせたらめっちゃチンジクリになっちゃった。こっちにんだって。そして、おねんねするジョージを見守る子たち。ハムスター、ラッコさん、チップです。相変わらずここにはマンちゃんたちが。という感じですね。メイクしてなかったらほんとサチ薄いね。なんか今日めっちゃ眠くて、ほんとにやばいです。お風呂入ってもパックしても眠いので、多分私は本当の寝不足だと思います。ですが、私は東京に行かないといけないので、それまでにやるべきことはちゃんと岡山で済まして岡山を旅立とうと思います。やっと今日エクステが取れるのか。なんだろ、エクステは取りたくないの、正直。髪の毛長い方が好きだから。でもすっごい大変なんです、毎回乾かすたびに。もうおびただしいような髪の毛が抜けるし、それこそこういうストレート入れたくても浮くしね。巻いた方が綺麗に馴染むんですよ。長い動画になってしまいましたが、見てくれてありがとうございました。最後に一周だけします。こんな感じでーす。ジャージの中に入ってた乾燥剤的なやつとか、なぜかネジがあったり。あんまりここには物を置きたくないんですけど、置く場所がもうなくて、なので仕方なくここです。この中にはアルバムとかアルバムとかアルバムとかアルバムばっかですけど、そしてうちはですね、いろいろあります。マリオとかペンライトとか、なんかよくわかんないです。というわけで、私の苦しむ動画を最後まで見てくださった皆様、本当にありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。おっぱいルンルン。インスタグラムとツイッターのフォロー、チャンネル登録もよろしくお願いします。コメントもお待ちしております。バイバーイ。